ルスっていうのが国境の町だよ。ルヌー行き、もうすぐ出発だよ。すいません、乗れますか？お兄さん、運が良かったよ。行商の方ですよね。ああ、石鹸を手に入れまして、なかなかの高級品でしてね。そちらはキールスまで何用で？ああ、いや、国境を越えて隣の国に行こうと。それは賢明ですな。レイゼヘル王国もいろいろきな臭くなってますからな。仲間内の噂ですが、国境が近々封鎖されるという話も。封鎖？嘘だろ、運行停止って。なるほど、国民が外国へ流出するのを避けるために運行を停止してると。ああ、人口が減ればその分兵士の数も減るからな。レイゼヘル王国の上の方はあちこちに戦争を吹っかけようとしてる。俺たちは戦争より魔物買ってた方が性に合うからな。兄ちゃんも逃げるなら早い方がいいぞ。にしても魔物か。本物の勇者なら一刀両断だろうけどさ、ここはお金で解決してみるか。